皆さんこんにちは。今回はこっちが先手番で指していきます。で、相手の方は得意戦法が右四間飛車ということで、横歩取り調の将棋になりそうですね。横歩取り調の将棋、まあこっちが横歩取りを受けて立つかどうかなんですけど、どうしようかな。取って同歩で同飛車の時に1六歩ってちょっと駆け引きをする手もあるんですよね。1六歩ってついてこう相手の方がこう横歩を取ってきたら4五角戦法にした時にいろいろ得なことがあったような気がする。ちょっと様子見てみますか。端歩で端歩でちょっと間合いを測っていくと、この間合いの測り方でちょっと様子を見まして、まあ取ってくるかどうかですね。取ってきたら4五角戦法でいってみようかな。取ってこなかったらまあこっちも取ることを視野に入れつつ、まあ相手の方の手を見て変えますか。序盤から駆け引きが駆け引きがなんかこの歩を突いておくと、すごい急戦になった時によくここに歩を打って攻めてくる手があるんですけど、それに対してこう桂馬を逃げれるっていう変化があって、あ、来ましたね。角なって同銀、歩同銀、角飛車歩角取る取る、取る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 、なんか桂馬跳ねれるからこっちが良くなるっていうのがあったはずなんですけどね。ここに桂馬を逃げる筋、それ相横歩取りにするんやったかないや4五角で良かったはず。行ってみましょう。4五角戦法行ってみましょう。角なってこれはまあ同銀でしょう。同金って基本的に取る形はあんまり良くないので、ここは同銀で歩を打つと、同銀と取らせることでちょっと相手の方の玉が壁になるので、こう角を打って攻めていった時にこっちが攻めやすくなる意味があります。まあ壁になるのと、あとこの銀が浮き駒になるのが大きい。謎の声出てしまった。角っていう手があるんですか。角は知らなんだ。飛車寄ると飛車寄っておけば香車取られた時に金が取れるので十分な、ただ飛車寄った時に取られるのか、取るのはまあ飛車取られてちょっと微妙か。取って取られて取って取られて、そこで止まるようでは面白くない。歩打って寄られて面白くない。まあ寄るしかないか。じゃあ相横歩取り相横歩取りここで出るのかここで相横歩取りが出るのか。そうですね、戻されて、確かにどうするんやろ。歩打つようじゃな面白くない気もする。角打っていけるでもな角打つのもなあんまり打ちたくないからな。一回歩打って同銀なら歩打ちがあるんですけど、歩の時に引かれた時、歩って引かれた時にどれほど得なのか。桂馬跳ねると銀か。歩打たれと歩打って飛車回られるとまた歩打たされるんで面白くないですよね。わあ大乱戦大乱戦スマッシュブラザーズなんですけど、桂馬跳ねてみますか。次桂跳ね狙って、でも銀上がられて飛車切って同桂、そこで攻めがつながるか。まあもう行っちゃえ端を生かそう。端を生かしましょう。端を生かせ、端を生かそう。まあ次桂馬跳ねて角が鳴って飛車で金取るみたいな感じになればこちらが良くなりますね。だから銀を上がるのが手筋で、銀を上がれば飛車取りにしつつこう金に紐がつけれるので、銀に対してこう飛車を逃げるような手だと香車取られてこう金取っても同銀って取られるようになっているので、そうですね、もうこれ飛車切るしかないのか。え、飛車切るしかないようじゃおかしいのかな。さすがにそう、飛車回る歩、ここで歩を打ってみる。いやそんな人いないか。歩を一回利かしておくべきやったのかな、わかんない飛車切っちゃえ、飛車切っちゃえからの歩たらし。そんな人いないか。飛車打たれる方が厳しいか。歩たらして同金なら角打ちって狙いなんですけど、
それがない。え、これ悪ない？シンプルな感想を言っちゃうと悪ないっていう。角は？角打つ。玉上がる。あ、でも歩って同義。いやー、あんまり意味ないか。なんか角を打って次に歩を打って同銀なら金を取るみたいな手があるんですけど、角打っても玉上がられて紐をつけられるとそんなにでかしてない気がするのですね。どうしよう。待って。角は寄られてか角は引かれて特に何もない。歩叩いて同銀、角も玉上がられてむむってことになっちゃう。叩いて同銀歩。まあでも歩。なんかここら辺をこちょこちょしつつ、この角打ちのこの両狙いを狙いつつうまくできればなってところなんですけど、それがないか。歩垂らしてしちゃうって歩垂らすっていう手の悲しさすごいな。角打って逃げる、叩く同銀歩。いや、なんかそうやってちょっとこちょこちょ行ってみるか。なんかいかにもうまくいかなそうなんかいかにもうまくいかない角打ちですけど、まあ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 、でもどうなんやろ。玉上がられて、玉上がられて歩打て同銀、玉上がって金に紐をつけられて、そこで歩を叩いて同銀で歩を垂らす。もし同金と取ってくれれば、角をここに打てば飛車取りとこの地点をこう2枚の角でこう狙うことができるので攻めれるんですけど、玉上がって歩打って同銀歩垂らしには、まあでもそこで相手の方としても意外にどうぞ、あー古虫。わあ、これどうなってるんやろ。歩打って同銀は金取れるんで、歩打ったらもうなってきますよね。で取って、で銀取って金取って飛車で金取って、その局面が相手玉詰まないからダメか。ここで歩は逃げられるか。歩打って逃げられた時に歩打ちに同飛車を用意されるんで面白くないですね。うわ、歩なって、そこで歩。いや、銀取られて負けでしょ、それ。負けでしょって。いやー、右上に光り輝くオレンジのボタンが、ここに来て火を吹くかもしれない。いやー、歩。わ、歩なり。歩打って逃げる、取る。待って、歩打って同銀角成り、ちょ歩打って歩成り、銀成り、あ、歩成り、銀取られる、金取る、金取られる。歩打って歩成りで歩、銀取る、飛車取る、金取る、歩成る。そんな人いないでしょう。それは負けでしょうね。うわー、待って、全然わからん。いや、歩打つか。あ、これちなみに同銀は金取られますし、同金は銀取られるのでダメなんですけど、取れないんですけど、桂馬逃げるとかの方が良かったかな。歩成りで銀上がって逃げる。いやー、ちょっと今のは判断を間違えた気がしないでもないこともない。なられて、桂馬取られて、そこで歩成ると多分銀取られて攻め合い負けするので、歩成られたら一回歩打ちますか。そこで飛車が逃げてもらえればこっちの玉がちょっと安全になるんで、歩なられて歩打ったらもう銀取ってくると思うんですけど、そうですよね。でこう歩打って、銀取って飛車取って金取って銀取る。そこで詰めろかけられたら負けか。そこで、まあ、銀取って飛車取って金取って銀取
取るってなるんですけど、ここで銀取った手が相手玉に詰めろじゃないので、そこで詰めろかけられると負けそうなんですよね。何だって、いや詰めろかかんない、詰めろかかんないっす。はい、これは玉まっすぐは飛車成りなんで逃げるしかない。銀か、銀同玉は飛車成り、銀同金は金。いやどうなんやろ、銀同金金逃げ銀取り、あ逃げ、ここに銀っていうのが一つ手筋で、同玉と取れば飛車成りで詰みですし、同金と取ればここに金を打って相手の方迫ることができるようになるので、それがどうかなんですけど、あーるこれは詰めろ、これ何色問題ないですか。あ、桂打ちとかそういう、うわそういうの狙っちゃダメよこれ桂打ちがありますね。うわすごいですね、桂打ちで同歩に飛車なって合駒にここに金を積みっていう筋があるから、わわ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 あわわわわわ、え、これなんかあるんかな。あ、銀打つのはまあ飛車なられるか、でもそこで角を攻防風に置いておく、銀打ち飛車なり角打ち、単に角打ち、いやーわかんないっすいや銀打って飛車なって角打つ、そうすると後々ここに金打たれても同角って取れるようになってるんですけど、銀打つ、逃げてもらえれば安全になるから金を取る、でもそれがまた詰めろになってない問題もあるから寒いなー、それは。そうですよね、でこれ次桂馬打って同歩に金打ちっていう、ここに金打つ筋で詰むので、角を一回利かすしかなか、あーそれ桂跳ねが詰めろか、またどんだけ詰めろきますんどんだけ詰めろきますん。いやーしかし打つしかないか、桂跳ねで、桂跳ねで、桂跳ねが次桂馬を成って同角しかないんですけど、桂打ちっていう詰めろですね。桂跳ねたら飛車打つか、それで頑張るか、飛車成り見せつつ飛車って辛いけど、飛車ってここに打つようじゃ辛いけど頑張るしかないか。そもそも、あーでもん、桂馬跳ねて飛車打ったら桂打ちでダメか、同歩はここに金打って詰みですね。わあ待って待って待ってうーん、桂跳ねたら銀上がるか、でこう引く逃げ道を作ってどうか。いやーでも桂跳ねて銀、桂跳ねて銀は、桂馬、桂跳ねた時に銀上がると桂馬打って同歩金逃げる銀取る、いやそれ受けになってないかな、どうなんやろ、桂馬跳ねられる手が猛烈に気になってます。まあ他もあるかな、他もありそう、他もありそう、わかんないけどわかんないけど、てか詰みまである、桂馬捨てて同歩、いやさすがにないか、3八歩とかもあるんかな。まあでもそれ同銀で意外にややこしいと思う。歩打って同銀の局面が意外にややこしい気がする。桂打ちっていう可能性もある？桂打って次金打つ。あ、桂打ちが次、ん？え？桂打ちが次銀取って同玉に銀。逃げて。あ、でもギリギリ詰まないかな、桂打ちは次。桂打ちで次、金打ちからなんか詰ます筋を見せる手はあるんですけど、あーいや、ちょ、ほんまやめてほしい。これ飛車打っても桂馬でまずいよな、多分。
お願いします、お願いします、ちょっと願いを、ちょ、頑張ってくれよ頑張ってくれよ、ちょ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 、おじさんおじさん、ちょ頑張ってよ。うわマジか、じゃダメなんや、おじさん、いやこれ桂馬でダメですね、桂馬打たれて同歩か同飛車しかもうないんですけど、同歩は金打たれて罪ですし、桂馬に同飛車は同銀成りで同歩に金打たれるんでダメですね。ちょおじさん気合が足りひんわ全部おじさんいやまあ最後まで指しましょう。これ同歩は罪だったんで同銀で銀で頑張ってみよう。金取った手が奇跡的に詰めろとかそういうこともないか。あちょっと危ないな、金取った手が馬寄る手でちょっと危ないですね相手玉。あでもそれならば、いやでも飛車打ちで必死か。え飛車打、うーん、いやこれが詰めろじゃないことを願おう。詰めろか、さすがにさすがに、あれでもどう、飛車なって同玉で、あーそれで詰みか、同金は銀で同玉は飛車成りで、まあ詰みですね。まあ同玉は飛車成りが詰みです。で同金って取るんですけど、これは銀で詰みですね。いやーちょっとソフトで見てきます、どこが悪かったんやろ、ちょっと見てきます。というわけで感想戦なんですけども、あこれ相手の方の対策結構有力なんですね。これ取って取って歩を打った時に角を打って、でまあ横歩取るんですけど銀取っておいて、まあこれで指していこうと。でこちらとしてはなんか歩を突く手があったみたいで、まあったみたいでっていうか、まあこうついて同角ならこの金を飛車で取れますし、まあ、同飛車と取らせて、まあ、桂馬跳ねて活用しておいて、まあ、こうやって駒を使っておいて一局の将棋だったみたいですね。まあ、ちょっと本譜のこの桂跳ねから飛車切りっていうのはやりすぎで、やっぱりこれが良くなかったですね。これでちょっと500点ぐらいはもう悪くなってたので、ちょっとこの辺りがやりすぎだったと。で歩を打たれて結構困ってたみたいですこれ。まあ桂馬跳ねて歩成りに銀を逃げておくみたいな方が良かったみたいなんですけど、まあでもそれだ と何も言えてない、手順にと金を作られてるのでちょっと厳しいですね。なんで攻め合いに行ったんですけど、まあ相手の方にすごい的確に寄せられましたね。これは銀打たれて、これがこの銀打ちが次桂馬をここに捨てて同歩と取らせて飛車を成って合駒に金を打つっていう詰めろになってるので、こっちは銀打ったんですけど飛車成られて、で角を攻防風に効かせたんですけど桂馬活用されて、飛車打ってなんか5筋強化したんですけど桂馬打って、あちょっと充電があれなんですけど同歩に金を打って詰みなので、あ桂馬に同歩はこれで詰みなので同飛車しかないんですけど、同銀成りから飛車を取られてはもう厳しいですね。で金取った時に竜切りから銀打ちで詰みと。というわけでちょっと序盤のこっちの対応が悪かったんですけど、いやーうまく指されましたね。そうですね、ちょっとこっちとしては序盤があれ、あの踏み込みすぎてうまくやられたんです、悪くなったんですけど、そこからまあ相手の方にうまく指されてしまったっていう将棋でした。1級から2段の方向けに達成率が上がる次の一手問題を YouTube のメンバーシップとノートの定期マガジンで配信しています。詳しくは概要欄からご確認ください。